それでは、小田選手に聞きたいと思うんですけどもまあ名古屋戦が J リーグデビュー戦でしたけどもプレーして,みてどうでしたえっとまずチームがこういう状況の中でえまあ自分が初出場っていうのはまあどうでもよくてまず勝ってたんで良かったです。試合の序盤ちょっとこう緊張してた あの足にボールがつかなかったりとかマークのところのなんだろうなっていうところはあったかなって見受けられたんだけどちょっとふわふわしてて、うんはい、そういうとこもあったんですけど、まあ、失点につながらなかったからでも徐々にこう試合に入っていけてたし、はい、あの相手がこう、まあ、特に左サイドうちの右サイドから攻めてきてる中でしっかりと中にポジション取ってでこう間を入って 取っってこようっていうボールに対してもね冷静にこう防げてたから徐々にこう入っていけたんじゃないかなってイメージも追いついてきたんじゃないかなと思ってたんだけどえっとそれは元君だったり上田君だったり光雄さんだったり、まあ、そういう経験ある選手たちが声かけてくれて、まあ、思い切ってやることができたんで、はい、それのおかげですす謙虚ですね、まあ、天狗にはなれないです。<laughs> まあでもね。あの見ててあのすごい良かったと思うし、あのスタートって非常に大事。そういう試合でやっぱ勝てたってことは大きいんじゃないかなって思うんだけど、そうですね。まあチームが勝てたっていうことで、もうちょっとっていうか自信持って。また新たにチャンスもらえるように練習から頑張っていきたいと思います。まあそして次あのー、もうすぐ。 a c l の6戦目、ソーン戦が来ますけども、まあ、今、怪我人が出ている中でソーン戦も、まあ、予選突破決まっているとはいえあの勝たないと1位になれない1位通過できない大事な試合になってくると思うんですけどもどう見てますまあそういう状況の中でもしっかり勝ちに行きますし、まあ、自分が出れば、まあ、ゼロで抑えつつもうちょっと抗議参加して、まあ、チームの勝利に貢献できたらいいなと思っています。 まあ、ACL でも1試合出たしで今日、J リーグでも出たしなんとなくこう自分の中でプレーするイメージっていうのがどんどん湧いてきて次はもっといいプレーできるんじゃないかなっっててこっちは期待してるんですけと徐々に、まあ、一気にいいプレーできるようになればいいですけど、うん、まあ徐々に、えー、いいプレーできるように頑張っていいいきたいと思いますまあそれでは最後にね、あのまあ、今日も連敗中の中 たくさんのサポーター来てたしまたスポン戦もね、あのたくさんのサポーター支えてくれると思うんですけどもサポーターに向けてメッセージをお願いします、えー、こういう厳しい状況の中、えー、自分たちのサポートをしてくれてありがとうございます、えー、次も勝てるように頑張るのでまたサポートよろしくお願いしますありがとうございました